Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。7月18日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンスタースタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。もう王子ね、最近髪の毛洗うってですね、毛がよく抜けるようになりまして、すごく心配でございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、連日の暑さでもうなんか毎日飼ってるメダカのことばっかり心配しているみそ煮込みスキーと、今日ですね、小文字の局にですね、投稿したんですけども、はい、そこでもちょっとお話ししたんですけど、アイスバーをですね、3本買ってしまって、は暑すぎて、連続で食べてしまったダンス。ああ、いっぺんに食べたのね、3本とんでもないなはい、こんな3人がお届けします、はい、今夜のテーマは真似。今夜のテーマは真似です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。また、インターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。本日は電話ゲストコーナー、本日の電話ゲストは FM 宜野湾毎週木曜日24時から放送中の番組スリップビートのサッシーさんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーがあります。マネでフリートークしていきます。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。
メールご紹介します。はい、お願いします。うん、はい、うん、お願いします。あ、はい、こちらですね、あら、また素晴らしいあのラジオネームの方が来ていますよ。はい、みそにこみつきさん、ダンサーさん、マネーください、王子こんばんは。マネーください、どなたなんでしょうね。ラジオネーム王子介護みなこだよ。ありがとうございます、介護していただけて本当にね助かりますよ。なんかだいぶこのラジオネームで定着してきたんですかね。そうでしょうね。だからまあ先週もですね、うん、エールはお送りしましたけどもね、お疲れになってると思いますので、はい、テーマ、はい、マネ、お金のマネーじゃないよね。そうなんです、モノマネのマネです。はい、うん、私はキテレツ大百科というテレビで放送していたコロスケの声真似と猫の発情期の声、子犬が甘える声のモノマネができます。ほら、発情期の猫が真夜中に泣いていた時、私が真似をしたら突然泣き止みました。怖かったのかな。ってことでございます。あのね、まあなんていうの、猫の発情期をすごいあおーんっていう鳴き方しますよね。そうそうそう、うん、結構ね、あの耳につくっていうのかな、あの、うん、気になっちゃいますよね、うんうん、またこのね、あのコロスケがいいじゃないですか。ただね、王子はモノマネしてくださいと言ってもね、声が、うん、高さが違いますので、ね、なかなかねいないですけど、うん、このコロスケ、うん、なんかいいですね。今度やっていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかペーターさんがツイキャスで、はい、こんばんマネーって同じような感じで来てますけど。ねえ、こんばんマネーですよ。はい、ねえ、あの、うん、カップボーイさんが、うん、みそにこみすきさん、ダンさんさん、家遅くてもヤクミツルさん、うん、はい、家遅くてもヤクミツルさん、そうだよ、皆さんこんばんは、うん、毎日毎日飽きもせずに暑いですね。そうですね、でもそっちはもっと深刻そうで、39度とか信じられない、うん、39度って何って、うん、あ、でもね、一応予報39度だったんですけど、うん、名古屋は37度で、ね、37.1度、今日豊田市が一番あれじゃなかったですか。あ、そう、うん、トヨタ暑かったですね。桑名かな、39度、いや、トヨタ、あ、そうか、桑名でしたっけ、うん、39度、うん、いやー、もう39度は本当に、うん、ねえ、お風呂じゃないですか、うん、とろけちゃうよ本当に、ねえ、そうなんですよね、はい、はい、あ、でメール読みますね、うん、はい、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、マスクさん、ゲストの中村サッシーさん、こんばん名古屋、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。メッセージテーマ、マネ、マネということで、僕は沖縄ワンヒーローズが大好きなのですが、ひふみさんの番組で山城友次さんがゲストに来られた際、メールで沖縄ワンヒーローの全ヒーローの変身ポーズと構えを覚えましたと話をしましたが、本人たちの動きを何度も見て繰り返してマネをするようになってからはなりきるのが楽しいです。おお、実は先週の日曜日にイオンハエバルで沖縄ワンヒーローズの撮影会で大地マンと写真を撮ってきました。実際に撮影会で撮った写真を添えます。はい、あ、実際に撮った写真を添えますが、これ顔出しいいのかな。顔出しはダメです、うん、私たちだけ見てね、うん、ってことで、あ、変身してるよ、変身してるよ。で、なんだ、実際に撮影会で撮った写真を添えます。それから沖縄ヒーローズの変身ポーズや構えの写真を送ります。本家の写真と比べて見ていただけたらと思います。ということで、恥ずかしいからツイキャスで出すのはなしでって、うん、でもすごい、あのダンサーズすごい、うん、めちゃくちゃカラーで、うん、そうそう、ね、うん、出してくれて、いい感じであれですよ、お、うん、かっこいい、うん、気になったのは、そのベスト電気の前でどうしたんだろうと。あ、これがあれじゃないの、ハエバルの撮影会のやつ。あ、撮影会だったんですね、多分、ね、うん、あ、後ろにベスト電気が見えてるからね、うん、 そっちが気になってる。そっち、5万8000円そっちかい、何が5万8000円かで、ね、気になってる、ね、あ、そっちが気になったね、
だってこれあの、うん、お一人様ナウって書いてあるよ。あ、お一人様ちょっとみんななんでそっち気になってんの？お一人様書き。ちゃんと、ね、ちゃんとあのポーズがそっくりかどうかっていう話をしてるのに。あ、Y モバイル。そっちかい。ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最近ね、うんうん、この子供たちってあの、うん、あんまりこのテレビのこの変身ポーズってあの、はい、やってるとこ見たことないですよね。昔ね、我々の時はあのやってる子供多かったですけど、マスクは何か変身ポーズ覚えてるのある？いや、仮面ライダーしかわからないですね。あ、でもやってましたね。うん、仮面ライダー2号やってましたね。おー、うん、でも仮面ライダーシリーズは一番なんかあの覚えがあるんですけど、うん、あとあんまり他はね思い出せないんですけど、はい、うん、ということでですね、はい、何もう、うん、もうお時間です。お時間です。あ、そうなのね。はい、はい、じゃあ CM の後はサッシーさん登場です。はい、登場です。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。ではゲストコーナーです、お聞きいただいている BGM で、はい、今まだあの夜の12時ではございませんので、まだあの10時台になります、本日のゲストは、毎週木曜日24時から放送中の番組スリップビートのパーソナリティでありますサッシーさんになります。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうもどうも。なんか変な感じですよね。ね、同じ愛知県内なのに電話で。そうですよね。はい。あとすいません、まだですね、サッシーさんのことを知らない方もいらっしゃいますので、よろしければ自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。はい。
毎週木曜日 FM ギノワンで深夜0時から放送しています音楽番組スリップビートのパーソナリティ中村さしせいかです。はい、ありがとうございます。私ですね、あ、大丈夫ですか、聞こえますか。はい、大丈夫ですごめんなさい、素人なのですいません。実は初めてお会いしたのが先日の中部国際空港セントレアでの演奏だったんですよ。ありがとうございました、ジャズフェスの、はい、そうなんですよね。で実は同じ愛知県内にいながらお会いしたのがまだ最近という本当に近くだとは思うんですけども、なかなかねチャンスがなくてでお会いすることもで、そういった意味も込めまして、今ちょうどですね、これ見えますかね、ちょっと自分見えないかな、この2人ですけども、 あ、 ありがとうございます、キリンビール。そうなんですよ、落書き亭の T… あ、踏み切りん踏み切りんいます踏み切りんもいる、はい、来ておりますありがとうございます、落書き亭東海支店のキリンビール、はい、ありがとうございます。でも本当ですね、さ、サシさん、実は私この間ジャストフェス聞いててすごいね、なんか久しぶりにああいった形のリアルで聞けた、リアルで生音が聞けたっていうのがすごく嬉しかったんですよ。ああ、そうですね、大編成での演奏って も、うん、もうね、最近やっと復活し始めた頃なのでね、やっぱりね、まあ、コロナでこういったことができなくて、いや、いろいろありますよ、ネットで聞くとか CD で聞くとかいろんなのありますけどもいやいや、もう生音には絶対勝てないなと思いましたよやっぱりこう迫力っていうか、はい、うん、お客さんとのレスポンスも感じられる本番っていうのが、そうなんですよね。でほとんど多分演奏されてた時っていうのはもうマイクほとんど通してないなというふうに思ってたので、本当に直にガツンと生の音が聞けたっていうのがすごく嬉しかったんですよ、はい、うん、まあ、そういった本当にその喜びを感じたというところで、まあ、実はその時にですね、一緒にいたものもですね、隣にいますので変わります。はい、サッシーさん、セントレア空港では、初にお目にかかりました、味噌煮込みスキーです。ありがとうございました。いや、素晴らしい演奏で、はい、実物にそうなんですよね、これだけ FM ギノワンで一緒にラジオをやっているようであっても、実愛知県に同じでもなかなかお会いできてないというそう、ね、初めて嬉しかったです、ね、お会いできてよかったです、ありがとうございました。いつも頑張って起きれるときに番組を聞かせていただいてるんですけれどもいや、ラジオも本当に素敵な、こう夜中にぴったりの素敵な落ち着いたお声でありがとうございます、寝落ち推奨番組となっておりますいや、いいんですよ、なんかこう夜中にこうぴったりのね、ラジオ番組でして、で実際にそのかけている楽曲であったりとか、そういったのでこうジャズのイメージなんかを膨らましていて、実際にその生演奏をオーケストラのような形で聞きまして、はい、いや、 やっぱりそのビールと音楽は生がいいよねっていう、まさにあれでした。そうそうですね、ビールが美味しいご飯をいや、本当はね、ビールを飲みながらお聞きしたかったんですけれども、ちょっと残念ながらね運転がありました、そうなのでちょっとそれができなかったんですけれども、まあ、その気持ちを込めてこの T シャツもですね、キリンビールということでビールで、そうそうそう、ありがとうございました。一応ステージから探してはみたんですけど、はい、なかなか見つからなくて、そうですか、ちょっとなかなかあれですよね、こう演奏しながら探すのって大変ですよねですよね。いや、でも本当に素敵な演奏で、しかも先週もなんか素晴らしい演奏をされましたよね。あ、ファンファーレですね、4年ぶりでしたね、中京競馬場、競馬場のファンファーレということで、うん、あれは全国のテレビでも放映されたようで、うん、はい、沖縄でも、ね、ありがたいことに沖縄でも流れたそうでいや、でもね、なかなかああいったこう生演奏で、しかもですね、まあ、
あのちょうど名鉄杯ということで、あの特急のね、鉄道の特急の、音楽が、知る人ぞ知るパノラマカーの、ね、音楽をモチーフに、ね、あの素晴らしい演奏でしたけれどもね、ちょっとあれはちょっとあの日はちょっと生で聞けなかったのが残念ですけど、それでもねやっぱりあの皆さんが動画を上げてくださるので、結構それでリアルでっていうか、本当にあこんな感じっていうのを聞けて、で実際にあの聞いた方にもちょっとお聞きして、わあなんかすごい良かったよっていう話を聞いたので、ねえ、なんでも暑かったです。あ、そうですよね、暑かったですよね、大変でしたね、本当にお疲れ様でした。あの演奏はまたいろいろなところでやる機会があるんでしょうか。あ、そうですね、8月はないんですけど、9月に、はい、まあ、愛知県なんですけど、はい、知立市というところで、あ、知立市ですか、はい、ちょっと変わったコンサートで、はい、愛知県知立市、知立市文化会館パティオ知立というホールで、はい、南訓練コンサートというのをやります。はい、もう一回言ってください、何ですってパティオ知立で避難訓練コンサートというのを開催します。避難訓練コンサートですか。そうなんです。コンサートの最中に震度5以上の地震が来たらどうするかっていうのを想定して、はい、面白いですね。訓練も含めたコンサートが。それは実際に避難します。それはもちろんお客さんもですよね。もう、はい、演者もすべて。すごいですね。それはもう日にちは。何日っていうか決まってます。9月16日土曜日の1時半会場、はい、2時開演で入場無料となっております。すごいですね。どなたでもお気軽に、こうお気軽に参加して、しかもあの避難訓練もできちゃうという素晴らしいお子様連れも結構いらしてるのでなるほど。場所は、パティオ知立ということで、はい、パティオ知立の花しょうぶホールというところでやります。すごいですね。ちょっと初めて聞きました、この避難訓練を一緒にやるっていうそう、これ面白いんですよ今ですね、ツイキャスの方では、はい、はい、あのウェブの方を今出してるんですけども、ありがとうございます、はい、地震発生って書いてありますね。すごいですね。またこのね、あのパンフレットというかフライヤーもすごい、もう避難訓練感が出てますねそう、パティオさんがこれ作っていただいて、素晴らしいですね演奏されながら避難するんですか。演奏中に地震が起きて、はい、演奏しながら避難できないと思うけどまあ、はい、要は演者も観客もこう震度5が来たっていうことで逃げるというところです。避難するっていうところを、いや、面白い取り組みですよね。そうで、逃げた後は、はい、あの火災事件などいろいろあり、その後ちゃんとコンサートもやります、うん、そのまま逃げてそのまま解散だと寂しいですよねそうなんですね。ちょっと面白い取り組みというか ね、はい、ね、でも実際にね、本当にどこで起こるかわからないですから、この訓練が本当に生かされるでしょうね、きっとねそうですね、あのもう一つ、ですね、まあ、コンサートのこともですけれども、せっかくですから、FM ギヌワンということで、番組のこともどんどん PR していただけますでしょうか。はい、最初にもう言ったんですけど、はい、毎週木曜日深夜0時から、はい、木曜から金曜日になるね、その間に、はい、スリープビートやっております。で、ちょっと気になる話と、はい、まあ、トランペットの入った、割と激しめの音楽をかけるようにしています。なるほど、ね、でもジャズ好きにはたまらない音楽というか選曲ですよね。そうですね、たまにクラシックもかけるんですけど、寝落ちする人が結構多くてやっぱりここはちょっとやっぱり番組聞いてほしいですからね、ちょっとね、まあ、少しはこう躍動感が必要ですよねそうですね、あの沖縄大好きさんがね、あのビールと音楽は生がいいよね、グー毎週欠かさず聞いておりますということで、ありがとうございます。あと、うん、そろそろ喋ってもいいかな、ずっとあの王子待ってるんですけど、ごめん、サシさんもう一人いますので、ちょっと一緒に話していただいてもよろしいですか。はい、サシさんはお初でございます、滑り王子マスクマンと言います
よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。あのね、今ね、私そのコンサートのね、避難訓練コンサートのお話を聞いて、はい、あの大体私がそういうところ場所にいると、あのいつの間にか極寒になると言われてまして、ね、あのなんかトークがこう滑ってですね、なんか寒くなるって言われてます。決してそういうあのお話はしてませんよ、私は。おだまり、ね、皆さん聞いてる方がそう思ってですねで、そういうところでね、もしかしたらそのサシーさんがね、トランペット、ね、あの吹いてる時に極寒になりね、手が固まってしまったら、なかなかそういう時には避難できませんよね。ふざけるな。そういう、どういったあの、ね、あの逃げ場を作ったらいいのかなって今自分で考えちゃいました。もうそこは激しく滑って移動するしか。あ、ですよね、床も滑りますからね。ふざけるな。っていうかね、全然そういうあれではないんですよ、今のトークもね、ちゃんとしてるお話するでしょ。ええ、その間がありがとうございます、この季節に。ええ、あの皆さんね、まあ自分で言うのもなんですけども、王子が喋ってる時は、カイロとダウンジャケットが必要と、この暑さの中ですよ、うん、王子滑ってます。このトークって滑ってる、スキー靴が。あ、カープボーイさんが今のところあまりちゃんと話してない。あまりちゃんと話してない。今はでもこのコンサートについてですね、あともう一つお伺いしたいのは、やっぱりそのコンサートにはヘルメット持参で行ったらよろしいんでしょうかね。あると完璧です。ですよね。ですよね。うん、ね、コンサート聞きに来てるのかね、避難訓練しに来てるかわからないっていう、うん、ましてやそこに王子が行ってですね、極寒になってね、またみんな滑りこげるって言ったらもう困っちゃいますからね。おだまり。ぜひお待ちしております。ヘルメットをしてる人に話しかけますね。あ、じゃあ皆さん、ヘルメット持参でね、コンサートに、ね、お出かけください。あと、まあ、大体こんなようなお話をね、いつもしてるんですけども、ただね、王子の場合はね、時間いただけなくって、はい、もうねちょっと喋ったら終わりの時間になっちゃうんですよね。で今の中京競馬場で そのファンファーレのお話もしたかったんですけど、うん、いいですよ、うん、これも、うん、ね、王子ね、はい、結構ね、中京競馬場近いんですね、お家が。で歩いて行こうと思って行けるんですけども、まあ、その時に呼んでいただければですね、私もね、うん、芝の中に入ってね、声援したと思うんです、うん、ただね、大間さんと一緒には走りませんよ、うん、私もうそれやったらもうね、どうかな、10メートルぐらい行ったらもう倒れちゃいますんで。今日も冷えるわね、うん、大間さんとは一緒に走りません。あ、ぜひ爽やかな涼しい風を吹かせに来ていただければ。あこの今暑い時にね、困っちゃうよね。おだまり。よくね、こういうね、ポン出しが出てくるんですけども、うん、なぜかなっていつも王子は不思議に思うんですけど、で今日もね、いつも毎回なんですけども、ゲストの方とね、素晴らしい話ができたなと思って自分なりに感心しちゃうんですけど、うんうん、ね、大体どうでしょうね、 100% の、ゲストの方がこの場が必ずございますので、うん、聞いてみたいもん。なんでって。もう終わりです。なんだかわからないけど、今ちょっと過ごしやすい気温になった気がします。あ、そう。これもなんか一つね、良かったことかなと思いますけど、決して、ね、トークが滑って寒くなることはございませんので、きっちりかっちり、ね、おしゃべりしてますので、その辺もね、よろしくお願いしたいなと思うんですけど。もう終わりです。素敵なオプションです。もう終わりです。もう終わりなの。はいはいはい、お時間となりました。もうお時間だって。まだ王子これから20分ぐらい喋らなきゃいけないんですけど、もう終わりって言われましたんで、今日のところは失礼したいなと思います。ありがとうございます。はい、大変失礼いたしました、サッシーさん。いやいやいや、ですね、もうこの男ですね、本当は今日喋らすのやめようかなと思ったんですけども。本当にそうだよ。
このまま行くと、せっかくいい話をしてたのに、せっかくさ、いい話で来てたのに、コンサートの話と、うんうん、その番組の話をしてね、うん、こうジャズの話なんかもして、うん、いい感じで終わる予定だったのに話したいっていう。だって今日びっくりしたもん。このまま行ったら私の時間ゼロだなと思ったからね、思い切って遮りました。まあちょっとね、品格を問われる番組になりそうだったものですからね。ちょっと本当は切りたかったんですけども、品格、はい、いやでもあれですもんね、今日は私と、ね、トークしてどんな感じでしたか、ね、そんな滑るようなお話してないですもんね。もう終わりです。とても素敵な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。サッシーさん、あまり無理せずに率直な ご意見でお話しされた方がいいかと思います。あ、楽しかったです、総合的に。あ、総合的に、ね、今棒読みになってたけど、またクレームが来ちゃうかなと思って。さしさん、お時間となりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな終わり方で大変申し訳ございません。はい、そうですよ。いえいえ、9月16日の土曜日ですね、避難訓練コンサートということで知立市で行われます。そうですね、はい、そして、はい、ぜひぜひヘルメットをかぶって、はい、できると、はい、そして FM ギノは毎週木曜日24時から放送しているスリップビートの方もぜひ皆様お聞きいただければと思います。はい、さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ありがとうございました。本日の電話ゲストはサッシーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サッシー。キユナ名古屋。はい、よかった ねひどい、今日すごいよかったじゃん。いや、もうやっぱり時間じゃなかった。ただね、今日は本当にびっくりしましたよ。このまま流れでいくと、いや、もうこのままの流れで終わろうかと思ってたよ。あれあれと思って、王子の時間がござんせんよと思って。でもね、今日ね、短い時間の中でね、いい話できたよね。うっそー、いや、もうやめ、いい話、いや、もう、うん、なんかもうだろうね、本当にペラペラな話だったよね。本当よ、ペラペラ、うんうん、あー、でもね、なんか喜んでいただいてね、王子は逆にね、感激でございますよ。いやー、またほら、FM ジェジ新一さんが、はい、王子、良い意味で良い意味でひどかったです。そう、今日から、今日は、みそちゃんのね、お話のこう流れをいただきましてね、コンサートの話、流れいただいてたでしょ、無理やり奪ってったよね。だからコンサートの話と、その中京競馬場のファンファーレの話はね、させていただきました。ただね、もうそれしか喋れなかったですね、時間がなくてね、まだまだお話しようかなと思ったんですけど、だいぶ話したからね、しかも嘘、なんなら押してるからね、今時間、ああそうだよね。で、ツイキャスでも、はい、沖縄 T シャツ屋さんで、ビールと音楽は生がいいよねって。ああ、本当そうです ね、この生って響きがいいですよね。そこで話すするのやめて、しかもなんかまたなんかそうニヤニヤしてもそれセクハラです。今回の場合は私でございませんよ、みそちゃんでございますよ。本当にメールいきますよ。はい、メールお願いします。はい、メールをご紹介します。はい、岐阜の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。私の真似といえば歌手の歌真似です。歌が好きで、若い頃は歌手の歌真似で歌っていました。天地真理、チェリシのえっちゃん、アグネスちゃんなどが得意でしたね。似ているか似ないかは別として、今は声も低くなって高音で歌うのが難しくなってきたので、今度は低い声の歌詞の歌真似を練習してみようかなということでございます。そうですね、年々ね、ちょっとね、歌声が変わってきますね。まあ、天地真理さんはチェリッシュさん ね、あなたを待つのって、天地真理さん今 ね
なんか今すごい顔で見たよね。いやいやいいよ、いいものだったと思う、うん、いいか悪いかは別に、ね、王子もそうなんです。ただちょっとごめん、そのモノマネすると思ってなかったから。ね、今ね思うと、うんうん、このお三方ね大体全部一緒なんですよね、うん、天地真理さんのチェリフさんとね、アグネスちゃんって多分、ね、王子やったら全部一緒の声ですよ。、うん、今天地真理さんご存知ですよね。王子知ってますよ、介護老人ホームに。あ、そうなの、入所されてる。あら、あ、岐阜の9人のばあばさんが王子うまいって、よかったね、ありがとう。よかったよかった。あーかー、お黄色だ、調子乗りすぎ。はい、メールきますよ。はい、切りました。はい、銭形警部さんからです。はい、ございます。はい、本当にバッキラで。本日のテーマ、マネといえば手先を使う作業が不器用な私は、学生時代の頃靴の紐をきれいに結ぶことができず、同級生がきれいに結んでいるところを見よう見まねで紐を結ぼうとしたら、紐がぐしゃぐしゃになって結びきれず、ある日紐がついた靴を履く機会があり、何気に見よう見まねで紐を結んだらちゃんと結べるようになりました、ということです。あ、しゃべりたい、しゃべる、しゃべりたい、はい、はい、今全然入ってなかったよね、マイクね、うん、切った、うん、切ったのね。そんなこともあるんだ。そんなこともあるよ、はい、うん、うん、何、なに、なんか喋るタイミングを上げると黙るってどういうこと。いや、なんか今みそちゃんがなんかお話をしてくれるのかなと思って、ずっと待ってましたよ。あ、ごめん、そうだったの、ね、そうですよ、まだ切っておいてもらえなかった。いやいや、切っとくと次に入れないですからね。いや、切ってないから喋ってくれるんだと思ったら、いやもう、なんでマイクつけとったのに黙るの。いやいや、だからね、これまた私の優しさでございますよ。うーんって、もう、あ、そう、なかなかさんがツイキャスから、はい、物事は真似から始まるんですよ、最初からこれ噛んじゃった、オリジナルを目指すのは無理って。まあそうでしょう ね、うん、ね、まあ、またこれもですね、次のメールもですね、新曲のみえちゃんからですね、はい、ありがとうございます。マスクマンラブですよ。お、マスクマンラブ、あら、まあそんなに好きなの。王子のことがどうかしちゃったんですかね。ね、はい、お酒、やいまを片手に持つマスクマン、え、あ、はいはいはい、ツイッターでですね、はい、似てますね、こんばんは、似てますね。似てますね、え、似てます、何が、やいまと王子が似てるってこと。ね、何、あのラベルと、うん、ラベルと何が似てるの、ね、いや、わかんないです。ね、本当に改めて凛太郎さんの三輪明宏さんの真似めちゃくちゃ似てますよね。マスクマンも何かしらに挑戦してみてもいいんじゃないかしら。で、マスクマンラブな私から振りますね。マスクマンの福山雅治さん。ああ、聞きたいなって。いやいや、だってもうあれじゃない。何もしなくても似てるじゃない。え、ヤクミツル。ヤクミ、ああ、ヒゲ剃ってもですね。今はどうなんだろうね。前はそう言われましたけど、ね、ちょっとね、声の調子がいいか悪いかわからないですけどね。さっきまでの違うな、こんな感じ、最近ま、違うな、ちょっと待って、ビジョンとそうか、はい、最近までの、違うね、なんか、王子の声とちょっと違うな、うん、でもね、皆さんね、モノマネされますもんね、福山雅治さんはね、おー、うん、うん、あとね、歌知らないんだよね。だから歌いようがないんだよ。めちゃくちゃ期待したんだけど、歌いようがない、歌知らないの、歌知らないんだよ。さっくーれぜかーとか、そんなんじゃない。あんちゃん、あんちゃんありましたよね。あんちゃんがありますね。あんちゃん行ってみて、あんちゃん、違うな、ちょっと違うよね。おだまり、うん、名古屋は栄養コーナー行きましょうか。はいはいはい、行きます、はい、行きましょう、はい、はい、じゃあどうぞ。まあ、引き続き、ね、メール読ませさせていただきたいんですけど、あれ名古屋栄養コーナーじゃないの、ね、栄養コーナーなんだけど、はい、ね、うん、今日はね、今いろいろこう、まあ、王子に無茶ぶりがありますからね。栄養コーナー行くんでしょ。栄養コーナーの中でね、はいはい、ちょっとこうメールを一つご紹介させていただきたいなと思いましてね。 あ、はい、あれちょっとせっかく今 BG 変えたから、うん、あの言葉言わせてもらっていい。どうぞ。名古屋は栄養コーナーです。今誰かの真似した。
違うよコーナーに行くって言ってる今日ね本当に進行ぐしゃぐしゃにしてるけど大丈夫いやだから今日までだから、ね、ちょっとね声色変えてねやっていただいたのかなと思ったんです、はい、いや今日本当にさ、はい、この一応さちょっと一応ね Q シートあるんだけど、はい、完全 Q シート無視だよね今日無視いや無視じゃないです今ペーターさんが王子もうええよもうええよいいです、ね、名古屋ええよじゃなくて、王子もうええよになってるよ、ね、だからこのね、名古屋ええよコーナーで、はいね、ちょっとこう一つメールを読まさせていただきたいなと思いまして、はいはい、ダンサーさん、みそさん、はい、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは。お久しぶりの下界の暑さにへこんでいるシュープリームです。あおいつも山だからかな、ねこのメールをしている今、埼玉県川越の神社で風鈴の撮影をしているのですが、世界中に知れ渡る人気スポットだけに他人の真似というかあるあるな写真は撮りたくなくて、太陽のウニウニこれかっこね、こうなんとかって書いてあるけど漢字読めないんだよね王子ね、まあ、ウニウニってなんか多分この太陽光線のようなこのウニウニってなってることなのかな、を出した写真ばっかり撮れていたら完全に目をやられてしまい、ナオメがしょぼしょぼです。ああそうですね、うん、こう目がチカチカする感じですよね。そういうことですね、はい、あ王子は芸国人のチャンネルにギブミマネーと金をせがまれた時に勘違いしてビートたけしのモノマネでコマネチをしたというのは本当ですか。違いますね。あコマネチでもそこにあるステッカーコマネチですよ。ああステッカーコマネチですね、まあ、そういった時のね、スプリームさんが工房って、工房そうだね、工房ですね、はい、ありがとうございます。はいって何ですか。ありがとうございます。あのさらっと言うとこがいいでしょ、ね、でこういう時に、まあコマネチコマネチもいいんですけどね、まあ、王子はですね、まあ、あまりね、外国人の姉ちゃんにもわからないようにね、かいーのーかいーのーっていうのを切っちゃった。もう今日ひどいね、なんかさ、今日全然名古屋は A をやってないしさ。そうですよ、違うじゃない、名古屋に関してないじゃない。あマイク切ってる切ってるマイク切ってるからね、はい、何喋ってもね。いやこれも名古屋栄のね、外国人の姉ちゃんにもしそういう風にね、ギブミマネーと言われたらね、あの寛平ちゃんの会のをやりますという、今名古屋は栄養コーナーでございます。どうしたらいいの。今名古屋は栄養コーナーそれになっちゃったの。だってこれ今あのシュープリームさんのね、コマネチをしますかという風に問いかけられましたので、王子は買いのをやりますと。まあ、ちょっとこの名古屋栄養今日はこれで黒、ちょっと待って待って、いや実はですね、名古屋栄養コーナーの真似っていうのは、そのまあ名古屋名物って結構真似ですよねっていう話をしようと思ったんですよ。あはい、はい、実はこのなんですよ、天むすも発祥が三重県だったりとか、なんかそういうところでこ うまく真似をして名古屋名物にしちゃうところが上手だなっていう話をしようと思ったんですけど、はい、もう時間がなくなっちゃった、いやその話をしようと思ったんですけど、はい、そのメール今そのメールからその話から、はいはい、ねえ、はい、はいはいじゃないの、もう名古屋栄養コーナーあ終わりの時間です。そうなんです、そうなんですよ、はいはい、じゃあこれこのコーナークローズしますね。はい、はい、ということで、はい、名古屋は栄養のコーナーでした。ひどい、本当ひどい、ひどいな本当に。キウナ名古屋ツイキャスでですね、カープボーイさんがいつも滑ってるって言っても、そんなに滑ってないこともあったけど、今日は本気で滑ってるよって。あ、そうなの。刺激のめちゃん、何の時間だったのって、あなたの時間でちゃんと福山やりましたよ。FM ジェネシスさん、
全然違うじゃん大内って。え、何が？え、でなかなかさ、名古屋といえば女子大工事というのはもう昔の話なのかなって。あ、女子大工事、うん、まあありますね、うん、は今はなんていう名前だったっけ。いや、わからん。プリンセス大通りじゃないですか。 あ、そうなの。そう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 、あんまり最近あのそういうあのことが疎くなりましたね。でカップオイさんがね、うん、あの、はい、有吉さんが番組で名古屋名物って言っても三重県のものなんだって言って川村社長、うんうん、川村市長に文句を言ってたって。そ, うそうなんですよ、うん、あら、まあ、そうでございますか。そう、そうそう、だから、うん、その話をしようと思ったのよ。はい、はい、はい、というかね、もうあのメールを読ませていただきたいです。はい、キーナーグの皆様こんばんは、はい、四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。その昔地元のラジオ局の夜ワイド番組にモノマネで5人勝ち抜くと商品がもらえるというリスナー参加コーナーがあり、私も電話で参戦しました。判定はパーソナリティさんが決めてくれるルールです。映画男はつらいよの渥美清さんのモノマネや K-1 のリングアナウンサーのモノマネなどで4人勝ち抜きを達成し、あと1人でチャンピオンというところまで行きました。おお、すごい、うん、最後に出川達郎のモノマネでやばいよやばいをやったところ、名探偵コナンのモノマネをやった挑戦者に敗れてしまい、結局チャンピオンにはなりませんでした。勝敗が決まった瞬間、挑戦者に真実はいつも一つと名探偵コナンの決め台詞を言われたのは今となってはいい思い出ですということでございます。なるほど。あら、でも結構あれですね、あの勝ち抜いたってことはお上手なんです ね。そうですね、聞きたいですね、うん、バーモントさんのモノマネ ね。王子この中で一つもできないですよ。あ、できるの、やばいよやばいよ、これ違うな、今日なんか似てないな。青レモンも一つできますね。何、メオレチューブやるにゃできます。え、それどうしたらいい。、うん、じゃあメールいきますよ。はい、はい、今日なんかみんな散らかしてるよ。はい、キー名古屋の皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古森かりです。ありがとうございます。今週のテーマ真似ですが、いろいろな切り口があると思います。僕からの話題は、学習で言う学ぶは真似るが語源という説です。何かで読んだか誰かから聞いたかだったと思いますけれども、私たちが学ぶ内容はこれまでに誰かがやってきたことを真似している、先人たちがやってきたことを真似ている、つまり先人たちがやってきたことを学んでいるという説です。このお三方さんはこの説どう思いますかということで、あ、ま、学ぶ、学ぶが真似るを真似ているのが学ぶことってことですよね。まあそうですね。あ、なるほど、言われてみればそうですよね。うん、そう、結局こう真似して真似して学んでいくってことですもん ね。 そうそうそうね、真似した方が綺麗っていうか、うん、上手く歌える場合もありますので。あ、歌の話、うん、まあ歌はね、あ、うん、まあまあ、うん、でもそういうことですよ ね。真似て学習していくっていうことで、まあ、ですね。ペーターさん、やばいよやばいよ、時間がやばいって本当そうです。そうなんだよね、うんうん、はい、続いてですね、はい、ヤンポーさんからです。ダンサーズさん、ミソさん、はい、セクハラ王子ことすべく、セクハラ王子、こんばんは。セクハラ王子になってるよ。おう、こんばんは、ヤンバル東村からヤンポーです。ありがとうございます。カラオケでアーティストになりきってモノマネする方が、あ、モノマネする方がいますよね。でも僕はモノマネでカラオケをやったことがないのですが、若い頃に声が郷ひろみに似てるということで、ずっと郷ひろみの曲だけを飲み屋で歌わされていました。あら、うん、もちろん最近はカラオケなんてやらないのでどうなのか分かりませんが、お三方は誰かに声が似ていると似ていると言われたことはありますか。それでは滑りセクハラ王子。なんかまた名前変わってるな。なんか挟まってるな、うん、あまりセクハラはしないように。セクハラしないよ。今日は大丈夫だった ね。どんどん滑ってくださいって。あら、あ、でも今日は、ね、滑りが好きなんだ。今日はひどかったけどね。ひどい、うん、シュプリームさんがこの後反省会だなって本当それだよ。あ、そうだよ、あの今日はね大反省会だよ、ね、今日どれ一つね似てなかったよね、王子のモノマネがね。ちょっと待って、ごめん、モノマネが似てる似てないのことじゃなくて、あ、違うの、うん、はい、そっちじゃない、それじゃない、あ、それじゃないのね、本当に反省会ですもんこれは。あ、そうじゃないんだ、はい、あ、でパパヤさんは実は食べ頃のヒージャーの鳴き真似得意って、ちょっと待ってください、食べ頃のヒージャーの鳴き真似ってどういうこと、食べ頃って食べ頃すごい気になる、うんうんうん、もう今度お会いした時にやってもらおうかな、うん、
なあ、で FM ジェジシーさんが個人的に王子は夢グループの社長の声に似てると思います、うん、今度社長のモノマネ希望です。あ、夢グループってあのなんか通信販売の夢グループって何ですか。あの通信販売やってる方ですよね、社長。なんか元々はなんかあの何あの事務所タレント事務所の社長なのかな。なんか、うん、あのテレビでやってますよ。あの人ですか、あのなんか最後お願いするときに申し訳なさそうに言う。ああ、そう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 。あの人とまた違うんですよ。あの人とは違って同じような感じのね、うん、あの夢グループってなんかよく最近テレビでやってて、自分 の, あの所属しているあの歌手のお姉様をお使いになってね、うん、あの宣伝してらっしゃいますね。いろんなあの、ま、通販の、うん、CM なのか番組なのかやってますよ。あ、そうです、うん。あ、沖縄大好きさんが、はい、通販ショップやってる会社の社長と夢グループ所属の歌手の人が出てるあの CM って。うん、そうそうそう。あ、カーボボーイさん、ユーリキアがやってたやつ。なんだろう、なんだろう、なんだろう。なんかね、テレビっていうか、うん、番組なのか CM かわからないですけど、うんうん、なんか通販をやってる方だと思うんですけどね。うん、うんうん、あ、沖縄大好きさんが DVD プレイヤーとかいろんなものを販売してます、うん、またそのね、あの、うん、お姉様がね、あの、うん、とっても安いとかね、あの、うん、取ってつけたよね。ありますね。びっくりするぐらいの ね、うん、社長もっと安くしてって。いや、ね、でも最近ラジオ通販番組多くないですか。なんかね、多いですね。ね、あのそれがね、なんかあのお色気があるようで、ちょっとこうね、あの沖縄大好きさんがリンク先貼ってくれてるんで、ちょっとまた、はい、うん、ちょっとまた番組終わったら確認します。はい、はい、そうなんだよね。ねえ、うん、いやー、ね、本当にでもね、今日はね、うん、もう自分でですよ、自分の声を聞いてですね、はい、最初から最後までどれ一つモノマネ似てなかったから、うんうん、ちょっとなんかやる？なんかやる？なんかやる？なんかやりますか？なんかやりますか？いや、今だって、うん、なかなかその追いつかないですからね、あのモノマネするってことが、モノマネ得意なモノマネって何ですか？例えばじゃあ、うん、西城秀樹。ハンスバーモとカレーだよ。違うじゃん。けれどだった？え？あ、森進一ならできるわ。いや、はい、いやもう森進一ですね。はい、こんばんは。中世、なんであなたがやるの。あ、違うの。みそちゃんだったの。びっくりした、今王子に振ったと思ったもん。みそ煮込みやろうとしたけど。じゃあどうぞ。じゃあみそ煮込みどうぞ。こんばんは、森進一です。王子と変わらないじゃん。おだまり変わらないじゃん。放送事故になる、やめようね。だから今日ね、ことごとくね、私も反省会もしかして、あれかな、あんまりね、あの皆様に、ね、ご期待に、ね、お答えできなくてね。なんかね、王子とね、あの、あ、もう不発なんだよね。あれならあの、ハクション大魔王、え、やってなんでごじゃるかかんちゃんってやつ。ああ、うん、そのイントネーションがね、よく似てらっしゃいますね。うん、じゃあもう一つやるか。はい、何やるの、何やるの。あんちゃんさ、滑ってんだよ。福山できるじゃん。できるじゃん。できるじゃん。ちょっと待って、ダンスターズの方が今日あれだよ。隠してたの。でもさ、今日さ、絶対3人とも反省会だと思うな。え？でもみんなね、喜んでらっしゃいますよ。本当？うん。ねえ。あ、そうで、そう。ん？そんで今日のか。天むすの話がガチで聞きたかったですっていうことですよ。うん、ちょっと天むすの話また、ね、また今度しっかり天むすの話をね、うん、続きの お話をまた。いや、もうエンディングなんです、実は。あ、そうなんですね。はい、そうです。ですので、うん、またちょっと次回改めてしっかり話しますので、ね、はい、はい、じゃあエンディングです。来週のテーマは塩ソルト。来週のテーマは塩ソルトです。刺身は塩でいただく、暑い日は塩舐める、こだわりの塩があるなど塩メッセージをお送りください。この番組は
陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。本日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。大反省会ですね、大反省会ですね、はい、はい、大丈夫、また来週です。閉店、グラングロー、今週もお聞きくださいまして、ありがとうございました、ありがとうございました。中中さんがテームスは実は大事なのはキャラ吹きなんですって、おお、あ、確かにそれは言える、そうだね、また、はい、またの機会にお話しいたしましょう、はい、しっかり話しますね、また、はいはい、来週お聞きください。ありがとうございました。ありがとうございます。